皆さんこんにちは、みのりんです。今日はいちごチョコレートのドーナツのスクイーズを作ってみました。つぶつぶまで再現できたと思います。バッグにつけても可愛いと思うので、皆さんもぜひ作ってみてください。では早速始めてみましょう。まずいつものようにスポンジを用意して、ペンを使ってドーナツの形を描いていきます。ハサミを使ってドーナツの形にしていきます。真ん中のところはハサミで切り込みを入れて手でちぎっていきます。形を整えるには30分ぐらいかかりました。これでスポンジの部分は完成です。イエローオーカーやホワイトなどの布絵の具を用意していきます。ちょっと濃いめの色と薄い色の2つ用意します。筆を使って横の部分には薄い色をつけていきます。ドーナツをイメージしながら濃い色も足していきます。広い部分はパフを使った方が簡単に塗れちゃいます。色が混ざらないように丁寧に塗ってください。さて、いちごのつぶつぶの部分を作っていきます。砂を用意してその中に赤い絵の具を足していきます。これをよく混ぜて紙などに広げて乾かしてください。次に白と赤の布絵の具を用意します。赤はほんのちょっとで大丈夫です。これをドーナツの上の部分だけに塗って、あとは数時間置いて乾かします。はい、これで次の日なんですけども、こんな感じになりました。そしたら UV レジンのグミタイプを用意します。レジンに白と赤の絵の具を混ぜていって、いちごのチョコソースを作っていきます。色は濃くしすぎないように注意してください。そしたら筆を使って丁寧に塗っていきます。一通り塗り終わったら、そのまま筆を砂の中に入れて、ほんのちょっとつぶつぶを拾います。赤いつぶつぶはちょんちょんと乗せていきます。いい感じになったら、あとは UV ライトで硬化して完成です。ピンをつけてアクセサリーとしてバッグにつけても可愛いと思います。結構リアルに可愛くできたと思います。皆さんいかがですか？本日もご視聴いただきありがとうございます。これからも動画を頑張っていくので、ぜひチャンネル登録ボタンお願いします。ではまた次の動画で、バイバーイ。